長須港は、熊本県玉名郡長須町にある地方港湾。熊本県が管理している。有明フェリー長須港、ターミナル港内から望む有明海と雲前岳、熊本県の北西部、有明海に面した港である。1933年に防波堤などの整備に着手、1936年に指定港湾に編入された。その後、 1953年9月30日に地方港湾として港湾区域が認可された。1958年に熊本県と長崎県が有明海自動車高層線事業計画に基づいて有明海自動車高層線組合を設置、島原半島東岸の平港と東港を結ぶ有明フェリーの運行を開始した。有明海を横断して、 熊本と長崎を結ぶ短絡ルートとなっている。1964年1月に、新産業都市建設促進法に基づく、新産業都市が指定され、当港は、知らぬ日、有明、大牟田地区新産業都市の主要港として整備された。臨海部には、ジャパンマリンユナイテッド、有明事業所、富士ライトメタル本社、西日本事業部、 リクシル有明工場などが立地しており、工業の集積が進んでいる。2015年度の発着数は6373席、利用客数は914953人で、ある。ありがとうございます。